ボルガストの一ボルガストの市内フィリップ・オット・オルンゲは、ドイツのロマン主義を代表する画家の一人。スウェーデン領ポンベルンのボルガストの生まれ、ドイツの東北端に位置し、ポーランド語名のボーゴシチ・ワラガーシュッチという名前もある。親の仕事を継いで、当初商人になったが、画家になりたいとの希望を捨てきれず、コッペンハーゲンのデンマーク王立美術院で、イエンス・ユールに学び、その後ドレスデンに移り、 ドイツのロマン主義絵画を代表する画家のカスパー・アダービト・フリードリヒや詩人のルートビヒ・ティークと知り合った。ティークを通してその他のロマン主義者の仲間と面識を得、またヤーコップ・ベーメの著作に親しんだ。1804年、彼はドレスデンの商人の娘、パウリーナ・バセンゲと結婚。彼女はしばしば彼の絵のモデルを務めた。結婚後、夫婦はハンブルクに移る。ルンゲは、 アカデミーの画家たちと対抗し、北方ロマン主義の最も重要な画家であった、カスパーダービとフリードリヒと並び称された。フリードリヒからは、ドレスゲン絡みの人脈で、好感を持って接してもらっていたらしい。彼は、フリードリヒと違って、人物描写に積極的に取り組み、中でも子供の肖像画にかけては名声を博した。ティークのフランツ・シテルンバルトの放浪ル変歴をテーマに、した。 芸術家小説から着想を得て、彼は風景を巨大な神聖文字、つまり陰誘や象徴として描くという構想を生み出し、その作品化されたものが、例えば朝についての二つの作品、アリオンの後悔、様々な時間などになった、彼は色の球体によって芸術論にも貢献を果たしている。それについて彼は、ヨハン・ボルフガング・フォン・エーテとも手紙のやり取りを残している。 彼が初めての三次元の色彩の体系を作り出したのである。1810年に色球体に関する著書を出版した。ルンゲの風景と彼の人間の環境世界を芸術的に描き出すという構想は彼を総合芸術の先駆者としている。また、ドイツ文学にとっては彼は自ら若干の鹿を創作していることもあり、重要な意味合いを持っている。彼は バンデン、マンデル・ブルームと、バンデン、フィッシャーと彼の妻のメルヘンを活字にとどめ、の、また彼自身、ギュンター・グラスの小説、ひらめの登場人物になっている。クレメンス・ブレンターノとも彼は、文通をする間柄にあり、往復書簡は、コンラート・ファイルヒエンフェルトの編纂で刊行されている。ありがとうございます。